俺がココロの大西哲也だ。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はさっぱり。今のどう？全然違いますけど、うん、いいです。よし、 OK 東海オンエア風にね、全然違う。お送りしてみました。一回さっき見た、うん、でも大丈夫、よかった、よかったね、はい、おし、 OK 料理は料理は温度、料理は科学俺はそう信じている。なんなの、うん、よし、これでいってみよう。パスタってそもそもイタリアで、あの小麦粉を使った料理のことをパスタって言います。え、じゃあパンもパスタ。パンもパスタ、パンもパスタだし、まあ言うなれば天ぷらもパスタだよね。ピザも、ピザもやばいな。やばいでしょ。で、あいつらその方大体 1.7 ミリから2ミリぐらいのがスパゲッティに。ほう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 。で、まあ、あの幅広いやつあるじゃん、平べったいやつ。そうそう、きしめみたいなやつ、うんうん、あれがフェットチーネとかね。あ、太さによって違う。これはまあペンネとかって呼ばれる、うん、ちょっとそれで手元ってないやつ。これね、ペンネ、まあ、あのみんながよくスーパーで買うあの縦の線入ったやつ、あれペンネリガーテっていうかね、まあそういうふうに呼ばれたりします。で、あと面白いよ、パスタって面白いんだよ。ほら、こんなのもある。これ何それ？これパッケリ。それチョコ棒のチョコつける前でしょ。違う、このパッキリ、これあの作ったらね、なんかこうマルチョみたいな感じ。はい、そうあのクリーム系のパスタと合わせたり、あのラザニアみたいにしたり、グラタンとかにしたり食べても美味しい。なるほど、パッキリ、はい。これを入れるとちょっとエキゾチックな感じになって、なんかアラビアータって。これをまあこの香りのやつ、ナツメグとかシナモン2つ入れるとエキゾチックになってアラビアータって。ちょっと待って、2回やったんだけど今。いやいや、今のは2回目はこうカメラに目線こっちに合わせて言った。月影のナイトみたいな。え、わかる？え、月影のナイト様、ブル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 ってセーラームーンさ。そう月影のナイト、うん、あれタキシード仮面様はわかるでしょ。ババ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 バ、タキシード仮面様、うん、で、あタキシード仮面様がなんかセーラームーン R かなんかになって、うん、月影のナイトって登場する。マモでしょ、マモ。そう知らん。まあ俺の中のエキゾチックのイメージといえば、あ、月影のナイト、はい、はい。みじん切りの時はね、前も言ったかもしれない、まあ横に切れ込みを入れる、よいしょ、よいしょ、で縦に切れ込みを入れる、ざっとざっとざっと、でこう少し切る。哲也さんがよく使うスコっていう効果音もあんまり聞かないからね、うん、スコって何？もともとさ、専門学校の時の鴨高弘がさ、知らんの？誰だよ鴨ちゃん。カモちゃんがね、カモちゃん今ルスツ の, あのネイチャーガイドしてるから。これサブちゃんに出るから、あのサブちゃんにあのカモちゃんがあのネイチャーガイドしてるところのあなんだかアドベンチャーってピコって入れといて、実名公表 OK なの。 OKOK、 カモちゃんだから。よう分からんけど。じゃあ今日はどこ飲みに行こうかな。今日お休みなんです。ここ頃週2回休みで、うん、あのお前そんなに休んでんじゃねえよみたいな感じで思ってる方も多いと思うんですが、結構ランチと夜とやって、だと一人だからね。そう、一人でやってるから仕込みも追いつかないし、あとやっぱりこうあの外からインプットする時間というのってすごい大事だって思ってて、いやおかげさまでね、もう調布、西調布とか調布の飲食店の皆さんとか、いや俺が好きで食べに行ってるんだけど、うん、であのすごく可愛がってもらって、うん、いやありがたいです、みんなね動画見たよこの間もなんて言って。いい人多いよね。うん、だから今日もどこ行こうかな。今日はね、あの寿司たつきさんちょっと行ってみようかな。はい、であとはあの麺がゆださるのも松田。別にゆでてるからゆださるわけじゃないけど、ゆでてんだから。そう受け身じゃない、うん、いや今日なんかすごい間を嫌うね。うん、いや割とそういう傾向あるよね。まあ、僕があんまり相槌打たないからです。だから心配になるから。僕今日
クミッチェルの時みたいになって今日この動画の最初のテンションもう今維持できてないからよろしくお願いしますお願いします。さっき食後だったんだよ、ちょっとテンション上がって今もうお腹落ち着いちゃったから早い消化早いポカポカしてきちゃったもんまだ2分ぐらいあるね。この間行って美味しかったお店、アナログさん。あれね、すごいね。いや本当に、いや多分教えたくない店なんだよね、みんな。でももう結構有名になっちゃって。そこにもあるんだよね。そうアナログ、いやすごい魚料理が本当に美味しいし、コストパフォーマンスも高いし、そう店主の人とねあのお話するのも楽しいし、お客さん同士も仲良くて最高。冷蔵庫から勝手にねビール取ってなんかちょっと飲むからねみたいなお金はかかるんだよ。いやそれそうだ。調布はさ、うん、もうこの前、まあ、この動画出る前か後で出るけど、うん、トリエもできて。ああそうだね、本当に素晴らしい街。素晴らしいよ本当に。みんな来るといいさ。本当だ、住むべき、うん、住むべき。そうだね、住んでこそ分かる。遊びに来るかっていうと、うん、もしかしたらどうか分からんけど、ね、住むのはもう、うん、住むのは、うん、住むのか、住むのら最高よ、もう本当に本当に神代寺とか遊びに来れる、ね、そうだね、鬼太郎いるしね、鬼太郎もいるしねいや、トリエの動画も楽しみだね。あ、そうだね、そう長かったからね頑張ろう。うろさきの取り込む時が一番テンションが下がる長いって泣けアラビアとうちで食べる時はパスタは普通のスパゲティに入れる。まあ、ペンネで作れって言われれば作るし、あ、ペンネがね常に在庫してるわけじゃないから、まあ、今後のあれでは一つ考えてはあるけど。来る、待ってね。はい、ここで画面は、ね、切り替えました。どうしよう、待ってね。どうでもいいかな。はい、今日はこれで決まり。ペンネ、ペンネアラビアータです。皆さんどうぞ食べてみてください。ちょっと待って、わかんない。何やねん、いや難しいわ。間がどっちかしか映せんからね。じゃあ今日はこれで決まり。待って今リハーサル。あ、リハーサル。今日はこれで決まりでしょ、うん、ペンネアラビアータですってここまでいっちゃう、うんうん、で、こう、ああ、はいはいはい、はい、オッケーオッケー、はい、いきます。いいな、そうです。オッケー、はい、美味しそう、美味しそう、ね、食べておりまーす。そうそうそう、いいね、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。もこみそろそろ飽きたらどうすか、そうだね、もういいんじゃない。ちょっと変化してどう映るのがいいんだ、真上か。逆に真上かもね。さっきボーって言ったのはサイゼだね。サイゼにもアルビアってあるから、ね、そうなんだ。ペンネアラビアータはイタリアンのね、バルとかでは多い。やっぱりおつまみに食べやすいよ。チーズあんまかかってないとか最高。あ、まあまあまあ、どうぞどうぞどうぞ。せっかくレベル食べてみてくださいよ。俺が一番辛いのダメだと思うんだけどな。だね、ほんとチーズとこれ一緒に食べないと結構おいしい。あー辛い、うん、辛い。あー美味しいね。あー、なるほどね、これがアラビアータなんだ。独特のやっぱりスパイス入ってる分ちょっとね普通のアラビアータと違うね。美味しい。これ貝とか入れたらダメなの？いいよいいよ。これ 貝とかエビとか入れてももちろん、うん、いや、ペスカトーレ、ペスカトーレはまあうちでももちろん食べられますよね。なんか、いや、やっぱりさ、これペンネアラビアと酒に合う。なるほど、うん、確かに。あペンネアラビアタに一番合うお酒はもちろんホッピー。いいなぁ、はい、うまい。みんな、いや、これ見て小心来たくなるよ。で言うかい。そのための動画だし、うん、もちもちでね、パスタもいいね。おいしい。デイニッシュ・ショフのレストラン小心からお送りしました。クッキング店
いや今ねケップが出そうになった。危ない。